どうも、サルカムイです。また久しぶりにちょっと持ち物の動画を、持ち物を気に入った持ち物を動画で紹介しようと思って、また投稿します。今日はこのブラックミーンズの、なんだっけな、ウォレット、トライバル側がウォレットだったかな。丸い形の手のひらがこれぐらいの大きさです。で、これ、デニムとか、パンツのベルトループのところにここのフックで引っ掛けて、アクセントにしてもいいし、タバコ吸う人だったらタバコ入れたりとか、コインケースとか札挟んだり、領収書挟んだりするスペースもあるんで、使ったりしてます。これなかなか作ってる数が少なくて、予約しないと年に1回か2回ぐらいしか買うことできないんで、結構気に入って使って、大事に使ってます。これは、だいたい3年ぐらい前に買ったのかな。サルカムイ東京にもいたことあるんですけど、東京にいた時に買いました。で、リピ買いで、予約して買ったのがこちら、もう1個。これ、普通の格好にこれつけるだけで結構アクセントになってかっこいいくなるんで、気に入ってつけてます。しょっちゅうつけるわけじゃないけど、皆さんにもおすすめしたいなと思います。結構男臭い格好の、バイカーみたいな格好とかにも合わせてもかっこいいですし、普通のアメカジにちょっと腰の辺に下げたりとか、あと紐を通してポーチみたく使ってもいいかもしれないですね。首から下げたりとかで、チャックでこういうふうに、これとこれ柄が違うんで、こっちベースが、ネイビーのレザーと、ネイビーと赤と白のトライバル柄、こっちはもうちょっとクールな色使いになってて、レザーは黒になってます。で、作りは同じですね。チャックも、こっちはブラックレザーは、チャックもブラックになってます。こっちはゴールドのチャック、真鍮のチャックですね。で、画像が一回ちょっと暗くなります。で、こういう感じでチャックを開けると、こう、ブラックミーンズって書いてる、ここに、紙挟めるようになってて、札挟んだりとか、ライター挟んだりとか、タバコを何本か挟んだりとかっていう使い方をしている人もいるみたいですね。サルカムイは、普通にあんまり物は入れないですね。入れても小銭入れと、千円札を2枚とかそれぐらい挟むんだけど、純粋にアクセサリーみたいな感じで使ってます。片手で撮ってるんですいません。で、こういう感じで2つ、こういうところに、下げて使う。なんか男の人って結構レザー小物とか好きだと思うんですけど、みんないろんなこだわりあると思うんで、もし同じの使ってる人とか、あんまり
サルカムイ北海道なんですけど、北海道でこれつけてる人と会ったことないんですよね。なんで、まあ使ってる人いるのかなとか思ったりするんですけど、これ結構おすすめです。値段は1万8000円ぐらいだったかな。で、まあ送料とか入れたら通販で買うと、2万円ぐらいですね。でも2万出してもずっとちゃんと手入れしてれば使えるんで、レーザー製品で。で、何よりデザインがかっこいい。このトライバル柄っていうのがかっこよくて、この日本チックっていうか、ネイティブ柄がすごいかっこいいなと思います。こっちのネイビーはデニムに合わせて使ってます。こっちはちょっと黒っぽい格好してる時に使ったりしても、外しとしても使えるんで結構いいなと思ってます。もし同じく使ってる人とかいたら嬉しいですね。まあこういうのもありますよっていうのでちょっと紹介してみました。じゃあまた、動画投稿したいと思います。それじゃあね、バイバーイ。